長野県飯田いで長目高等学校とは2013年4月に長野県飯田工業高等学校と長野県飯田町目高等学校が統合して開校した高等学校。旧飯田町姫高校所在地に設置された県内初の総合技術高等学校である全日制6課と定時制2課を持つ統合校1期生が入学する2011年4月までに 新公明を決定する予定であったが、地域住民や両行同窓会などからの意見集約がまとまらず、公明決定まで飯田新公と呼ばれていた。2011年12月14日に同行公明党検討委員会により、最終新公明案を長野県に飯田おいで長目高等学校とすることが発表され、2012年1月の長野県、 教育委員会定例会にて正式に決定された。日本の公立高校の名前にアルファベットが使われるのは初めてである。公名の、おいでは、オリジナリティイマジネーションデバイスエフォートの略語で、旧飯田工業高校の校訓でもあり、生徒がグローバルな視点を持った人材に育って欲しいとの願いを込めたもの。運動部では、野球部やサッカー部など、18の部活動が存在する。 また、総合高校の特色を生かした部活動として、原動機部や電気部、商業研究部、土木研究部、建築研究部などがある。特に原動機部は、N-1GP などといった電気自動車競技で上位に入り込む、競合校として知られていたり、コンピュータ制御部は独自の戦隊、テックレンジャーで、地域内外から大きな注目を集めている。 前進校の一つである飯田町姫校の公式野球部は第26回選抜高等学校野球大会で優勝している。ありがとうございます。